クニオですはやりますか2020年5月7日もう夜になってしまいましたけれどもえー、っと本日最後にお届けするのは僕が10代の歌手の中で、えー、一番好きな世界一好きな10代の歌手の中で。 えっと、女の子を紹介したいと思っております。今日、お誕生日。19歳のお誕生日を迎えました、ダンバラ・ルルちゃんに関してお話ししていきたいと思います。お付き合いいただければ幸いです。さあ、えっ、ー、と、いつも通りと言いますか、今日は比較的コンパクト。3つのポイントに押さえてお届けしたいと思っております。3つの内容、どんな感じかと申しますと、まず1つ目は、ダンバラ・ルルちゃんの声をどのように捉えているか。これが1つ目です。で、2つ目、えっ、ー、と、僕の好きなフレーズのお話になります。 バースデーイベントであったりジュースジュースの曲の中でどんな風なフレーズが好きかそんなお話になりますそして3つ目えー、っとね海外ツアー彼女は入ってすぐジュースジュースで <laughs> ワールドツアーに出るわけなんですけれどもその時のルルちゃんどんな感じだったかみたいなお話をして、えー、お祝いの言葉で締めたいそんな感じでございますじゃあ早速いっちゃいましょうかじゃあ1つ目いきましょうえー、っとね1つ目、えー、声ですね るーちゃんのの声をどのように捉えているか僕、ね、これ段原ルーちゃんのお話しする時にヒストリーで話ししようかって少し考えたんですけれどもそれはまた機会を別とするという前提でお話し聞いてほしいんですけれども子どもの頃アクターズスクール広島の頃の声というのがまあいろいろ問題あるかもしれないけどネット上に落ちているものですからそこを拾って聞いていたんですね。で子供の頃からもう段階的に まあ歌手になる人みんなそうだと思うんですけども上手になってきていてそこの部分は割愛して「ジュースジュース」に入る直前のところからいきたいと思っておりますつまり2017年の「ルル」の研修生の時研修生ラストイヤーそして「ジュースジュース」入ってからというところですねでこの時の声「まあ、Give Me Love」というモーニング娘。の曲ですよねこの曲で「ハロプロ研修生実力診断テスト」 ですから、ちょうど3年前ということになりますかの5月に彼女は要は最優秀歌唱賞を取るわけですよまあそこを体感ねしてとは毎毎年見てたから全部体感してるんだけど体感していた立場としてだともう一番研修生実力診断テストの中ではドラマがあったのが7年の歴史の中ですか。 ではダンバラルルだと思って間違いないと思います。えー、っとね彼女は不遇と言われる人もいるけど僕はあれタイミングだと思うんでジャストでベストだと思ったんですけどもうジュースジュース入るラストイヤーは鳥なんですよねもう神様が恵んでくれたシナリオとしか思えないような感じで感動しましたけどなんかダンバラルルのために作った 2017年の実力診断テストっていう感じに移りましたこれ会場で多くの人たちともお話したんだけどまあほぼほぼ同じ意見ですよルル、ま、持ってんなっていう感じだったですねでそこの時点での声の特徴というのは僕にどう聞こえたかっていうことですえー、針金のように鋭く突き刺さるんです最初でその中でこじ開けないで広がるんですよ 注射針のようですけどね。こじわ開けてふわっと広がってきて、そこになんか強い塊を作ります。で、その強い作った塊の中で揺らされ、体に馴染み、最終的にそこが自分の骨と肉であるというような気持ちにさせてくれる。これが彼女の声の魅力だと思う。 僕はこの声っていうのを持っているハローの他のメンバーっていうのは見たこと聞いたことがないので彼女特有の個性というふうに捉えています。これがダンバルルちゃんの声の魅力1つ目です。では2つ目いきましょう。えー、僕の好きなフレーズの話ですね。これルルちゃんはジュースジュース入ってから3年ですかね、そのキャリアということになりました。3年弱ですか。でその中で まあ、バースデーイベント漏れなくというところとあとレコーディングでうなます以降ですかね残っている音源というところライブ映像とかそんなさまざまになりますねちょっとねなんかいろいろ言われてしまっていて春かどうか分かんないんでこの話の中から検索してくれって言い方に今日はしましょうなので、えー、お届けしましょう5曲選出しました5曲そして、まあ、順位付けにしますナンバー5それでベストワンを紹介する直前に ちょっと番外編みたいなの一つもお話ししていくっていう感じにしますでは早速いっちゃいましょう第5位バースデイイベント去年ですね歌唱されましたカバー曲斎藤由貴ちゃんちゃんだってもうお先輩じゃなのに斎藤由貴さんの「卒業」という曲をルルちゃんは歌っていますこのバージョン5位にします理由説明しましょうえー、っとね斎藤由貴さんご存知の方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか僕ね 斉藤由紀の卒業っていうのが歌手的にはそんなに趣味的にもなんかグッときてるって感じじゃないんですけどこれるるちゃんの卒業が多分世の中にある聴ける卒業の中で一番うまい気がしますで刺さるなんかいいいい雰囲気、うん、これもう皆さんぜひ聴いてほしいですねで 音程とかそういうこと細かいこと言ったらあれなんだけどウルちゃんが笑顔でもうラスト JK とか言いながら高校卒業していく年なんだよっていうところをアピールして歌ってくれたその雰囲気彼女は本当に何かにじみ出る可愛さがあるんでなんかあれがもう忘れられないですね。まあ、歌歌詞そういうところに自分をアジャストさせ聴いている全ての人たちに集中させる。 この力あ、その時初めて聴いた卒業だったとしてもみんながそう思ったであろうということで唯一ジュースジュースの曲以外からやりました5位でしたじゃあ続いてみましょう4位「ビビットミッドナイト」という曲の、えー「甘い香りをまとってもよさげな服買っても」という特にこのフレーズなんですけどもここに行くまでの物語も含めて4位じゃないかと思って4位ですうまいこと言おうとしてない4位です 理由もう少し補足していきましょうダン段ラルルちゃんがこの曲でまあシングル的に言うとほぼほぼスタートという感じだったはずなんですよねそこでソロのフレーズをもらったとというようよなところまあ僕にとってはルルちゃんのムードというところとかっていう可愛さもそうだけど MV なんか見てもらえば分かるんですけどちょっとメンバーとかをみんなこの横に。 紹介していくよううな雰囲気っていうんですかそういうなんかねぜ全部かわいいんですよルルってでもルルが止まってるとそんなこと思わなくて動かさせて喋らせて「ダンバラルルの」のブログとかでいいと思うんですけど文章でそれに文章とちゃんとついてくる写真なんていうのを見るのがとてもいいんですけどそこと合わさってこのフレーズあの声僕にとってはとても思い出深い曲ですし。 なんか僕ビビットミッドナイトはダンバラルルを思い出す曲なんですよね不思議ですねそんな感じで選びました第4位でしたビビットミッドナイトでじゃあ第3位いきましょう「東京グライダー」という曲です、えー、これは歌い出しのソロが「光る夜景の」っていうところがルルちゃんスタートなんですねでここもいいんですけど2番のサビ前の「ビルの中埋もれてしまうの」のここのルルがまたいいんですよね えー、どんな背景だったかというと、ルルはすぐ入って2017年というのはワールドツアー行くわけですけど、ワールドツアー行くわけですけど、でも漏れなくここでフレーズもらうダンバラルルにとってはもうジュースジュース加入後即歌わなければいけなかった曲ですよね。まあこれもちろん他にもたくさん曲あるんですけれども、僕の思い出としてはあおそらくあの時のワールドツアーまあこのこの時のですけど。 ワールドツアー行った人たちは東京グライダーすごい思い出深いはずなんですよメンバーもね後にそういうお話をしていますで僕ももれなくそこがありルルの各国での表情であったり歌い方であったり記憶に今でも鮮明に残ってますねそういった意味で第3位に東京グライダーを上げましたじゃあ続いて第2位行きましょうねえもうこれもうーん、まあ、僕にとっては 事実上1位位と言ってももいいんですけれども2位ですすけど2禁断,少女、ね禁断少女うん『君の本心それが知りたい』のルールの2番終わった後のねところですねもうソロを回していくジュースのメンバーの中で歌唱面で回していくというようなねあそこ一番スリリングでもう大サビですね僕の中ではクライマックス手前の大サビそう言っていいと思います。 でそこのダンバラがうん何ていうかな佐伯が抑制しながら鳴らしていた分でルルが大,大技仕込むパワープレイ仕込むっていう感じなんですよでここでその期待に応えているダンバラルルっていうことですね歌姫佐伯から新世代のジュースそこにバトンが綺麗に渡っているっていうような印象でしたもちろん佐伯がこれでなんていうの現役引退するとそういうことじゃないんですよ だけどすごく綺麗なリレーなんですね、うん、感動もあるし今聞いてもゾクッとしますこの曲のあのフレーズ聞くたびにあジュースジュースの曲聴けてライブ見れて良かったなっていつも思う、うん、いや本当にいい曲だな、うん、そういった意味で第2位に選びました禁断少女もう曲としてもおすすめですじゃあそして1位の発表に行く前に番外編お届けしたいと思っています え番外編はこれ去年2019年のメキシコを僕アンジュルーム行っていた時になんですけどえ本当はこれがなければ僕広島マツダスタジアムに行っていたであろうということでもうお気づきの方もいらっしゃるかもしれません9月6日広島東洋カープ対阪神タイガース戦でえ試合開始前に歌われた「君が代国家青少男」のルールですねこれ僕ね 2003年だったかな台湾の大英対オリックス戦で松浦彩ちゃんも台湾で国歌斉唱してるんですよ「キムラを歌ってるんですよでそのバージョンも素晴らしく好きなんですけれどももう超えた国歌斉唱やった子の中では過去一そういうのがこの時のルルちゃんの国歌斉唱だった気がするこれは <多>分 <laughs> 急に気に入って知しちゃってアップフロントからおまけチャンネルかなんかに出てると思うんでそれは探して貼っときましょうかねあと他のやつも MV とか貼れるやつは貼っときましょうかそれぐらいは様子見ながらや,らやってみようと思いますあとちょっとその辺のリテラシーしっかり調べていくんで引き続きこの辺はアドバイスもらえればと思いますけどうん君がよってもう,もうちょっと続けますねこの話君がよって当たり前ですけどガチアカペラじゃないですか これガチアカペラでスタジアム級で響きなりのダンつとかね録画でこんな僕 iPhone で当然メキシコで見てたんだけど鳥肌立ちましたよ iPhone でも鳴ってることは分かるそれはオフィシャルじゃなくてファンが上げたやつ聞いたからよりなんだけどねごまかせないからうんこれがまあ10代 今19歳に入った今日ダンバラルールですけど10代最高の好きな歌手って言わせるゆえんでしょうねそんな感じで2位2位じゃないや <laughs> 特別編番外編、えー「君がよ歌手をマツダスタジアム去年の9月6日を挙げましたじゃあそれでは第1位いきましょうもうこれは、うん、もう全員一致だと思います第1位フィエスタフィエスタですねもう冒頭の情熱を解き放とう これが、This is ダンバラルルでいいいと思いますもう彼女のう当時のパワー全部今もですけど詰まっていて公演ごとに進化させてますね。ここがルルっぽい佐伯っぽいいろいろ言い方あるけどルルっぽいと僕は捉えてる最高のフレーズそしてそうなるであろうことを予想して僕はこのパートというのをダンバラルールにしてえー この曲というのを成立させたと思います。特に思い出深いところというのの話をしたいので、えー、このベストファイブまでのところと番外の一つとこ一回締めましょう。えー、素晴らしい曲、素晴らしいフレーズということでした。そして大きな曲の中の三つ目いきます。えー、ワールドツアーはどんな感じだったかということです。さあ先ほどの一位から引き続き使えるワード、フィエスタフィエスタですね。これなんで。 フフィエスタフィエエススタタワールドツアー重要かといったらメキシコ公演の一つ目まあほとんどのワールドツアーの一曲目がフィエスタ・フィエスタだったと思うんですけどメキシコ公演一発目にルルが出てきて歌うんですけど泣いちゃうんですよねもう圧に圧倒されてあの圧はたまらない洗礼ですねワールドツアーの中でもメキシコほどの熱量だったところは僕は経験してないです 唯一僕ペルーの3曲歌ったのだけ行けてないんでそれがわからないんですけどあとドゥそれなんで行けなかったかというとドゥの卒コン行ったらいけないのさ <laughs> どんなに速い飛行機に乗っても間に合わなかったからなんですけどねまあなのでトバいえ9割以上の確率の拝見している中からの回答でいうとあのメキシコ公演が熱量はダントツだったと思いますでそこに結局泣いてあとブレちゃうかじゃなくてもうその1曲以降で立ち直 立て直しああし本当にすごいなと思ったあもうジュースジュースその前の京都公演から始まったライブースツアーとかでももう全然ルールいけてたんだけど、まあ、その時は曲とかも休みながらだったんでね本当の意味ではまあワールドツアーも、うん、まあいろいろ考え方あるけどあのルールはすごかったですよこれも 検索すれば多分出てきます。なんばラルル僕はこれ決定だったと思う。でツアー他の場所という話もしていきましょうか。えスタミナというところですよね一緒に入った柳川七海ちゃん柳海ですよ。柳海とかはどうあれはしょうがないんだけど過剰なスケジュールの中で誰がどう見ても出ている疲れ隠せない疲れというのがあったんですけどもルルからは僕それは感じなかったです。 恐ろしいスタミナなんだろうねうん根性もあるけども度胸もあるけども何より驚いたのはスタミナですね。もうジュースジュースの中に入っておそらくどこのグループに入ってでもでしょうけどジュースジュースが一番スタミナを要求されるグループだと思っていましたから、はあ最初は5人のジュースじゃなくなってしまい寂しいなと思ってたんです。だけれども 僕はもうワールドツアーの「バラルール」を見た時にあこの子ジュースに来てくれてもうジュースが未来形になったな強いなあと最初にいた5人がより大人のお姉さんになったなっていうのを感じました、ね、あとワールドツアーですから僕いろんなところでとかほぼほぼなんですけど現地の人とコミュニケーション取りまくるタイプなんですよね。 れでお話聞いていて、えー、一番思ったのはメキシコとかチリではルルすげえ人気ですね。あとね三3月とかに来ていたヨーロッパの方々残念ながら講演というのはねコロナウイルスの影響でほとんど中止延期になってしまったんですけどもお話しする機会結構たくさんあったので聞いているとヨーロッパでもジュースは今ダンバラルルだよというふうな話聞いてます。僕それは 実力社会なんて言いますよね、世界があって今屈しくもですけど、僕の動画ではさやしりほうん、鞘師里保の動画が結構再生回数が上がっていて、さやしりほに憧れて入ったダンバラルルちゃんですよ。ね、広島アクターズスクールからということに、アクターズスクール広島からということになりなると思います。で、ワールドツアーの中では実力社会。 実力がなけれれば人気を得なないなんていうコメントをくれてる方もいらっしゃって僕本当にそうだなと思うところもこういうところでつながりますじゃあ話をまとめましょうダンバラるるちゃん、うん、僕は今振り返ってみたらジュースジュースをワールドツアー生かすために必要だったピースだったと思ってますそしてそこで着々と確実な人気を博し実力を表現し そして今の「ジュース・ジュース」では、うん、もう歌パートではなくてはならないのがルルですねそんな彼女の最後の10代19歳その年がスタートしています僕はダンバラルルちゃんの歌声というのをね聞いていていつも思うこと一つこの子の歌はこの場所にいる人会場にいる人を圧力なく制せるなそういうふうに思ってます 以上、5月7日、ルーちゃんの誕生日にお届けしたお話でした。またライブができるような時になったら、真っ先に、ダンバルーちゃんの歌を聴きたいですね。また会いましょう。クニオチャンネル登録もよろしくね。おやすみ。